サンティアゴマタモロス。スペインの守護聖人、レコンキスタの象徴イスラーム勢力の交代イスラーム、勢力はイベリア半島の南に押しやられていき、1492年には全ての領土を失ったレコンキスタは、718年から1492年までに行われた複数のキリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動の総称である。 ウマイ野朝による西ゴーと王国の征服とそれに続くアステリアス王国の建国から始まり1492年のグラナダ陥落によるナスル消滅亡で終わる。レコンキスタはスペイン語で再征服を意味し、ポルトガル語では同綴りでルコンキスタという。日本語においては略で国土回復運動や直訳で再征服運動とされることもある。 ムスリム勢力のウマイヤ朝が711年にイベリア半島へと侵入した。ここでは侵入前後からレコンキスタの開始、ウマイヤ朝の後継である後ウマイヤ朝滅亡までを見る。6世紀初頭、フランク王国との戦いに敗れ、国家の重心をイベリア半島へ移した西ゴート王国は約1世紀をかけて半島全土を支配下に収めた。589年に キリスト教アリウス派からカトリックに改修していた西豪とはイベリアのカトリック化を推進した。一方、661年に建国されたイスラーム国家のウマイア朝は積極的な拡張政策によって急速に勢力を拡大していた。8世紀初頭までに北アフリカの生誕まで半島を広げていたウマイア朝は710年。 ジブラルタル海峡を越えて、イベリア半島に上陸した。この時は一部の都市を襲撃しただけだったが、西元側の抵抗が弱いのを知り、本格的な遠征軍を組織し始めた。翌711年、ターリクイブンズ・ウィアード率いる遠征軍がジブラルタル海峡を越えた。同年7月19日、ターリクはグアガレーテ下半の戦いで、 西ゴート軍に壊滅的打撃を与え、国王のロドリーゴを戦死させた。王が死んだ西ゴートには後継者がおらず、その混乱に乗じて、ウマイア朝は支配領域を拡大していった。710年代の終わりまでに、ムスリム勢力はイベリア半島を北上し、カンタブリア山脈以北及びピレネー山脈以北までキリスト教勢力を追い詰めていった。この頃、 イベリア半島南部はイスラムのアルアンダルスと名前を変えた。征服した土地では新たな統治が始まっていた。ウマイヤ朝はイベリア半島のキリスト教家を推進した西五東王国に比べて宗教に寛容だった。ムスリムは非征服者に対して改修を強制しなかったが、その代わりにジズヤを要求した。ユダヤ教とキリスト教との区別なくジズヤを収めれば、 信仰を保持できた。ただし、ある種の社会的格差は存在しており、そのためにイスラム教に改宗する者が相次いだ。また、高額の地図屋が収められずに北部へ逃亡する者や反乱に加わる者も,も少なくなかった。アストゥリアスのペライオ718年、西郷王国の貴族を称するペラヨがアストゥリアス地方でキリスト教徒を率いて放棄し、 アステュリアス王国を建国した。多くの鹿はレコンキスタの開始をこの年に設定している。722年、ペラヨはコバドンガの戦いに勝利し、イスラム勢力に対するキリスト教国家として初めての勝利を手にした。これは実際には小規模な戦いに過ぎなかったが、イベリア半島のキリスト教徒にとっては象徴的な初勝利であった。以降、 アストゥリアスはレコンキスタの拠点となった。同じ頃、カンタブリアでも後続のペドロ港がイスラム勢力を排除していた。両国は連携し、ペドロ港の息子のアルフォンソ一世はペラヨの娘と結婚した。まもなく両国は統合され、地盤を得たアストゥリアス王国は徐々に南方への反抗を開始した。年。 トゥール・ポワティエ間の戦いで、フランク王国の救済カール・マルテルが勝利を収め、ムスリム勢力のピレネーイ北への進出を阻止した。その後の751年に、メロビング町からカロリング町へ代替わりすると、フランクは拡張政策に転換し、イベリア進出を狙い始めた。一方、ウマイヤ町は分裂の兆しを見せていた。 広大な半島の各地で反乱が頻発していたが、ダマスカスのカリフは何ら有効な手立てを打てなかった。750年、サッファーフがウマイヤ朝を滅ぼし、新たにアッパース朝を起こした。ウマイヤ朝の王族アブドアンラフマーンミッセイは、イベリア半島へ逃亡し、756年、コルドバで、あとウマイヤ朝を建国した。ただし、アッパース朝のカリフに対する配慮から、 コレドバのアミールを称した。あとウマイヤ朝の前途は多難だった。北方のキリスト教勢力、国内のアパース朝支持者、さらに王位を狙う王族や貴族が統治を不安定なものにしていた。このため、アブドアンラフマーニ一世は反抗的勢力を徹底的に弾圧した。しかし、この弾圧のために一部の反抗勢力がフランク王国に接近し、 彼らのイベリアへの介入を招くこととなった。778年、カール大帝率いるフランク軍は南下して、サラゴサを包囲したが、本国での反乱の知らせに撤退を余儀なくされた。この時、追撃してきたバスク人との間にロンスボーの戦いが起こり、後にこの戦いで戦死したブルターニュコーローランをモデルに、ローランの歌が作られた。アブドアンラフマーニ一世は、この機会に、 パンプローナを攻略し、北部制圧の足掛かりを作った。785年からフランク王国は再度の攻勢に出た。ルートビヒ一世に率いられたフランク軍は地中海側から侵攻し、ジローナを攻略してスペイン攻略の強闘補とした。フランク軍はその後も南下を続け、801年にはバルセロナを攻略した。あと、 ウマイヤ軍の迎撃によって間もなく、進行は停止したが、獲得したバルセロナはその後のフランク軍の軍事拠点となった。865年、フランクはバルセロナ博を置いて、カタルーニャを統治させた。しかし、カタルーニャは次第にフランクと距離を置き始め、やがては完全な独立勢力となった。一度は征服されたパンプローナだったが、地元の有力者、 イニゴアリスタが中心となり、間もなく、反旗を翻した。イニゴアリスタはアトウマイヤ朝の鎮圧軍を撃退し、さらに手を伸ばしてきたフランク軍も撃退した。同じ頃、ハッカでもアスガールガリンド一世がフランクの貴族を追い出していた。この二つの反乱によって、アトウマイヤ朝、フランク王国ともにこの地方に対する影響力は低下した。805年。 アスナールガリンド一世がアラゴン博領を起こし、ついで824年、イニゴアリスタがナバーラ王国を起こした。隣接する両国は当初から親密な関係を維持し、あとの905年、サンチョ一世の第二婚姻を通じて統合した。度重なるキリスト教勢力の信仰もあり、9世紀半ばから、あとウマイヤ朝の支配体制は揺らぎ始めた。 各地の総督や貴族が独立を画策し、キリスト教徒の反乱と相まって鎮圧に勢力を傾けなければならなかった。最も大規模な反乱はトレドで起こったもので、鎮圧するのに20年以上もかかった。アステリアス王国は、この混乱につけ込んで徐々に半島を広げていき、10世紀初頭までにドゥエロカワイ北を支配下に収めた。914年。 ガルシア一世の第二、レオニエセント氏、レオン王国へ改名した。912年、アブド・アル・ダフマーン三世が即位すると、あとウマイヤ朝の統治能力は回復し始めた。アブド・アル・ダフマーン三世は、反抗的勢力やキリスト教勢力を抑えて、国内の安定を図り、同時に内政にも力を注いだ。彼の統治下で、アル・アンダルスの経済は、飛躍的に発展した。 あとウマイヤ朝の最盛期はこの時期とされている。この頃、北アフリカでファーティマ朝が起こり、その指導者はカリフを自称していた。これに対抗するように、アブド・アル・ダフマーン3世はそれまでのアミールからコルドバのカリフを称するようになった。アブド・アル・ダフマーン3世はジブラルタル海峡を越えてモロッコへ兵を派遣し、ファーティマ朝との戦いを開始した。 932年、アブド・アッダフマーン3世は、キリスト教勢力を打倒するため、自ら軍を率いて北上した。あと、ウマイヤ軍は、北部の諸都市を攻撃し、937年には、主要都市であるサラゴサを攻略した。レオン、ナバーラ、カスティーリアを中心とするキリスト教勢力、及びムスリムの反乱勢力は、この非常事態に団結した。 939年、連合軍は、シマンカスの戦いで、あと、ウマイヤ軍を破った。アブド・アラフマーン三世はコルドバまで敗退した。以降、アブド・アラフマーン三世の関心は主に北アフリカに向けられるようになった。あと、ウマイヤ朝は、一時は、モロッコの下半を制圧するが、次第に、ファーティマ朝が勢力を盛り返し、963年には、 セウタを保持するのみとなった。遠征に失敗した後、ウマイヤ朝は、再び、イベリア半島に視線を戻した。レオン王国の最前線となる東部地域は、すでに旧世紀諸島には、城を意味するカスティーリアの名で呼ばれていた。932年、後ウマイヤ朝の北上に対抗させるため、レオン王国はこの地域を統合して、カスティーリア薄領を設置し、フェルナンゴンサレスを、 カスティーリャ白とした。しかし、カスティーリャは次第に独立色を強めていき、やがてレオン王国を乗っ取ろうとするようになった。951年、フェルナンゴンサレスはレオンの王位を要求し、カスティーリャとレオン王国の間に先端が開かれた。958年、レオン王の三朝一世はカスティーリャ軍によって国を追われた。三朝一世は後ウマイヤ朝に通じ、 大井復帰後の神獣と領土の活動を約束して援軍を引き出すことに成功した。960年、レオンの大井に復帰した三朝一世は、あとマイい朝との約束をすべて無視した。北アフリカ戦線が停滞していた後とマイい朝は、これを機に思考をイベリア戦線に切り替えた。キリスト教勢力は連合を結び、シマンカスの戦いの再現を狙った。 しかし、北アフリカとの二正面で作戦していた前回と違い、あと、ウマイヤ軍は戦力を集中させていた。連合軍は大敗し、一時はバルセロナやパンプローナまで危機に陥った。劣勢となった連合は、講和を願い出た。あと、ウマイヤ長は、功能と引き換えに講和を了承した。976年、ヒシャーム2世が即位した。彼は未成年だったため、 ヒット大臣のムハンマドイブンアビー・アーミルが貢献した。すると彼の県政に嫉妬したガーリブが無本しカスティーリアと連携を結んだ。ムハンマドは直ちに討伐の軍を起こしガーリブを破って廃止させその勢いでカスティーリアに侵攻した。キリスト教勢力は再び連合を組んで対抗しようとしたがムハンマドの巧妙な戦略に まるでこうすることができなかった。ムハンマドの構成は、イベリア半島全土に及び、バルセロナ、パンプローナ、ポルトといった主要都市まで進行した。キリスト教勢力は、カンプなきまでに敗北し、ことごとく後ウマイア町に真珠を誓った。ナバーラ王国の三朝二世はムハンマドに娘を差し出した。この一連の勝利によって、ムハンマドは、アルマンスールビッラーを称した。 1002年にムハンマドが死亡してから10年も経たないうちに、アト・ウマイヤ朝は衰退を始めた。筆頭大臣となったムハンマドのこのサンチュエロはカリフの後継者を自称し、また被差別民だったベルベル人を優遇したために多くの勢力から反感を買った。1008年、コルドバでクーデターが発生し、サンチュエロは殺され、ヒシャーム2世は退位させられた。 この時、ムハンマド二世とスライマーンという二人のカリフが擁立され、なし崩し的に内乱状態に突入した。コルドバを中心としたイベリア南部を領有するムハンマド二世と違い、スライマーンには地盤がなかった。そこで彼はカスティーリアに支援を要請し、その兵力でコルドバを攻略することに成功した。しかし、これが先例となり、各地で勃興した反乱者は、 北部のキリスト教勢力を内乱に引き込み始めた。内乱はますます激化し、カリフの存在は何の意味も持たなくなった。1031年、ヒシャーム三世が敗され、ついにあとウマイヤ朝は滅亡した。イベリア半島全土はタイファと呼ばれるイスラームの小国が並び立つこととなった。セビリア、サラゴサ、トレード、グラナダ、 バダホスといった主要なタイファガーとウマイア朝の医療を分割し、彼らは互いに支配権をめぐって争った。1031年の後ウマイア朝滅亡後、イスラーム勢力は分裂し、キリスト教勢力は失地回復を進めていった。グラナダのナスル朝を除いて、イスラーム勢力が消滅した1251年までを見る。 1031年のイベリア半島の状況後、うまいや朝からの圧力が減退したため、イベリア北部では、キリスト教勢力の再編が起こっていた。ナバラ王、サンチョ・ガルセス三世は、レオン王国を攻めて一挙に勢力を拡大し、さらに、カスティーリャ博領から記載を迎えた。1029年に、カスティーリャ博のガルシア・サンチェスが暗殺されると、カスティーリャを、 ナバラ王国に併合した。1035年、サンチョ・ガルセス3世は死亡し、医療は分割相続された。ナバラは、長男のガルシア・サンチェス3世、カスティーリャは、次男のフェルナンド1世、ソブラルベー白寮は三男のゴンサロ、アラゴンは、諸子のラミロ1世に与えられた。この時、カスティーリャ、アラゴンは王号を称し、それぞれカスティーリャ王国、アラゴン王国となった。 1037年、フェルナンド一世は、レオン王国を併合し、カスティーィャレオン連合王国を建国した。1065年、フェルナンド一世は、バレンシア遠征の途上で病死、カスティーィャレオン連合王国もまた分割相続され、カスティーィャは、長男のサンチョ二世、レオンは、次男のアルフォンソ六世、ガリシアは三男のガルシアに与えられた。しかし、 間もなく兄弟は分割された医療を独占するために争い始めた。この時、サンチョ2世の部下にエルシットとして後に知られるロドリーゴディアスがいた。アルフォンソ6世は1071年にガルシアを撃破したが、1072年にはサンチョ2世に敗れてトレドへ逃亡した。当時のトレドは大ァのトレド王国の首都であったが、国王のあるマムーンはアルフォンソを迎え入れた。 彼はトレドでイスラムの先進的な知識を学んだ。同年、サンチョ2世が暗殺されると、アルフォンソはカスティーリアに帰還し、直ちにレオンに侵攻を、さらにガリシアを併合し、カスティーリアレオンリンゴ王国を再統合した。1076年、ナバラ王のサンチョガルセス4世が暗殺されると、アルフォンソはナバラへ侵攻した。しかし、 帰戦を制したアラゴン王国によって、ナバラ王国は継承された。その後、アルフォンソ6世は、南方の大ァ諸国へ攻撃をかけた。ただし征服はせず、主として大ァ諸国から功能を引き出す方法を選択した。1080年、トレドで国王のカーディルが追放され、バダホス王国のムタワッキルが、トレドの支配権を握った。アルフォンソは、 カーデルは保護し、彼を福井させるために南化した。同年4月、アルフォンソは、ムタワッキルを追い、カーデルを福井させた。しかし、トレド王国内の、反、カーディル派は、サラゴサ王国やセビリア王国を引き込んでアルフォンソに、対抗させた。アルフォンソは戦いを優勢に進め、1085年に、トレドを陥落させた。続く1086年には、 バレンシアを制圧し、二つの宗教の皇帝を自称した。1056年、北アフリカのモーリタニアでムラビト町が建国された。やがて北上を開始したムラビト町は、1084年にはモロッコ、ガーナ王国を支配下に置いていた。1086年、セビリア、グラナダ、バダホスの大ァ諸国は、急速に勢力を拡大する。 アルフォンソ6世に対抗するため、揃って、村アビト町に支援を要請した。村アビト町の君主ユースフイブンターシュフィーンはこれに、答え、同年6月30日、自ら軍を率いて上陸した。村アビト軍は、大ァ諸国の軍と合流し、アルフォンソ6世の包囲下にあるサラゴサへ向かった。同年10月23日、サラカの戦いで、 ムラビト町を中心とする連合軍は、カスティーリア軍に壊滅的打撃を与えた。アルフォンソ6世の威勢は失墜し、大ァ諸国はカスティーリアへの効能を停止した。カスティーリアを破ったムラビト軍はモロッコへ帰還した。するとカスティーリアは戦力を再編し、間もなく南方への攻勢を再開した。再びムラビト町に救援要請が届けられた。1089年、 ユースフは二度目のイベリア上陸を果たし、翌1090年にはトレドを包囲した。しかしこの時、タイファ諸国は村人軍を積極的に支援しなかった。彼らはベルベル系の王朝である村人朝がアラブ系であるタイファ諸国を脅かすのではないかと警戒していた。さらに、タイファ諸国は密かにカスティーリアとの講和を準備していた。 この不誠実な対応に激怒したユースフはイベリアから撤退した。翌1091年、ユースフはタイファ諸国を征服するため、三度目のイベリア上陸を果たした。上陸したその年にコレドバとセビリアを占領したのを、皮切りに1094年にリスボンを制圧、1102年にはエルシットナキアとのバレンシアを獲得した。1107年、 ユースフが死亡し、アリー・イブン・ユースフが即位したが、村アビト町の勢いは止まらなかった。この間、アルフォンソ六世は何ら有効な手を打てなかった。それどころか、1108年にウクレスの戦いで、一人息子の山頂を失った。1110年、村アビト町はサラゴサを占領し、南部イベリアを統一した。 1035年に誕生したアラゴン王国だったが、西方のナバラ、カスティーリャ、南方のサラゴサ、東方のカタルーニャという強力な勢力が周囲を取り巻いていたため、領土の拡張は困難だった。1076年、ナバラ王、サンチョガルセス4世が暗殺された。継承権を有していたアラゴンとカスティーリャはナバラへ侵攻し、先にパンプローナへ到着した。 アラゴンのサンチョラミレスがナバラ王となった。強固な地盤を得たアラゴンは南方への侵攻を開始した。1104年にアルフォンソ一世が即位するとアラゴンの構成はより積極的になり、1118年には村阿弥と朝からサラゴサを攻略した。これによってエブロ川中流域はアラゴン王国の勢力圏となった。この一連のアラゴンの交流には、 フランスやドイツからやってきた十字軍騎士たちが貢献したとされている。1134年、アルフォンソ1世が亡くなり、ナバラはガルシア6世に、アラゴンはダミロ2世に分割相続された。1137年、ダミロ2世は娘のペトロニラに王位を譲り、ペトロニラの夫のバルセロナ・ハクラモンバランゲー世に、アラゴンの統治を委ねて、自身は、 政治から目を引いた。ここにおいて、アラゴンとカタルーニャは連合し、カタルーニャ・アラゴン連合王国が成立した。1139年、オーリッケの戦いこの頃、レコンキスタの一方の主役となるポルトガル王国が建国された。11世紀中央、コインブライ北はレオン王国の支配下にあった。1094年、アルフォンソ6世の娘婿で、 フランス王家カペイ家氏族であるブ、ブルゴーニュク家のアンリとブルゴーニュが、ポルトゥカーレ博に封じられた。アンリの子、アフォンソ・エンリケスは、レオン王国からの独立を画策していた。1139年、オーリ家の戦いで、村アビト軍に勝利したアフォンソは、これを機に独立を宣言し、自らは、アフォンソ一世と称した。当初は独立に反対していた、レオン王国だったが、 ローマ教皇の口添えもあり、1143年に、これを承認、ポルトガル王国が誕生した。1147年、アフォンソ一世は、ディスボンを陥落させ、一挙に半島を拡大した。1126年、アルフォンソ七世が、カスティーリ王に即位した。アルフォンソは南方への侵攻を続けるとともに、イスラム勢力が分裂するように仕向けた。この頃、 シベリア南部では、ムラアビト朝に対する反乱が続発していた。従来のようなキリスト教徒の反乱は、もちろんのこと、アラブ系ムスリムの反乱も多かった。支配階級である、ベルベル人及びアフリカ系ムスリムに対する反発と、厳格な統治への不満が主な原因とされている。アルアンダルスには、旧タイファ諸国の復活を望む王族や維新が多数、存在していたため、 アルフォンスは彼らを援助し、次々と村人町に対して、反旗を翻させた。一時は、イベリア半島の下半を制圧した村人町で、あったが、その前世紀は短かった。1121年、マフリを自称するイブントゥーマルトが、モロッコで反乱を起こした。彼に付き従う、者たちは、ムワヒ,ヒドと称して、勢力を拡大し、 やがて村人朝へ攻撃を開始した。モロッコとイベリア半島の反乱を抑えきれなくなった村人町は内部から崩壊していった。1147年には首都マラケシュがムワヒドによって陥落。村人町は滅亡し、ムワヒド町が起こった。村人町の崩壊に伴ってイベリア南部では複数の独立勢力が誕生。 大破時代の再来かと思われたが、分裂は長続きしなかった。北部のキリスト教勢力との国力差を理解しているイスラム諸勢力がムワヒド町に侵入を申し入れたからである。ムラービト町の転覆までアルフォンソ7世への支援に頼っていたムスリム勢力も一部を除いて早々にムワヒド町の支配下に入った。こうしてイベリア半島南部は、 ムワヒヒド朝の半島に組み込まれ、キリスト教勢力と対峙することとなった。12世紀後半まで、キリスト教諸国とムワヒヒド朝の戦いはほぼ互角と言えた。キリスト教諸国は、それぞれの勢力拡張に重点を置き、統一戦線を張って戦おうとはしなかった。ムワヒド朝も、本拠地が北アフリカであることから東方への拡張を主眼としており、 イベリア半島にはそれほど戦力を抑えていなかった。このような両勢力の事情から決定的な局面はなかなか訪れなかった。しかし、1184年にヤークーブ・マンスールが即位するとムワヒド朝は積極策に転じた。1195年、アラコルスの戦いでカスティーリアをアルフォンソ8世の軍を破り、1197年にはマドリード、 トレドを攻撃し、キリスト教勢力を圧迫した。イベリア半島の情勢は、ムワヒヒド町に有利に傾き、キリスト教勢力は危機感を抱いた。きっかけは、1198年に選出された、ローマ教皇インノケンテウス賛成によってもたらされた。カトリックの威信の発揚とイスラームの撃退を目指した、新教皇は、キリスト教諸国間の争いを停止し、 タイムスリムで結束するように呼びかけたのである。これに応えてヨーロッパでは第4回十字軍が結成された。イベリア半島でもアルフォンソ八世を中心としたキリスト教連合軍が結成されることになった。ピレネー山脈を越えて多くの十字軍騎士が来園し、アルフォンソ八世の軍勢は急速に膨れ上がった。ポルトガルやレオンから兵が派遣され、 ナバラオサンチョ7世、アラゴンオペドロ2世は自ら軍を率いて合流した。連合軍は、総数6万を超えた。1212 12年、ラスナバスデトロサの戦い1212 12年7月16日、現アンダルシア州北部のナバスデトロサで、アルフォンソ8世率いるキリスト教連合軍に約5万、と、ムハンマドナーシル率いるムワッヒド長軍に約12万が、激突した。 ラスナバス・デトロサの戦いは、キリスト教連合軍の勝利に終わり、ムワヒド軍は6万以上の死者を出したと伝えられている。これによって、ムワヒド町のイベリア半島における軍事力は大きく減退した。しかし、キリスト教勢力は、この勝利を十分に活用することができなかった。カスティーリアとアラゴンは、戦いの直後に王が死去し、 後継者争いで内乱の一歩手前の状態になった。レオンとポルトガルは勢力拡大に乗り出したが、単独で勝利できるほどには、ムアッヒド長軍は弱体化しておらず、目立った戦果を上げることはできなかった。結局、各国が体制を立て直して、再度の反抗に出るまでに10年が費やされた。ラスナバスデトロサの敗戦の後、 ムワヒド町は緩やかに衰退を始めた。1224年、ユース・フ二世が死去すると、後継者争いが勃発、3人のカリフが擁立され、内乱状態に突入した。同じ頃、モロッコでもベルベル人による反乱が発生していた。これらが原因となり、間もなく、ムワヒド町はイベリアにおける支配力を喪失し、軍商国が林立するようになった。 キリスト教勢力はこの混乱を後期とみて南方への侵攻を再開した。1230年、レオン王国とポルトガル王国は共同してイベリア南西部に侵攻し、レオンはメリダ、バダホスを攻略、ポルトガルはエルバスを占領した。ポルトガルはさらにアラゴン王国と共同し、バレアレス諸島を攻撃、1235年までにこれを制圧し、 獲得した諸島は、両国で分割された。同年末、レオン王アルフォンソ9世が没すると、その息子のカスティーリア王フェルナンド3世が、レオン王国を継承。両国は統合され、以降はターンに、カスティーリア王国とのみ呼ばれるようになった。半島を倍化させたカスティーリア王国は構成を強化し、1233年に、ウッペダを攻略。 1236年6月29日にコレドバを占領した。1243年初頭、ムルシアがカスティーリアに降伏し、夏までにカルタヘナ、ロルカを攻略した。一方、アラゴンは1238年にバレンシアを制圧し、1248年にはハティバを攻略した。この時点でグラナダ統島はべてキリスト教勢力のものとなった。 カスティーリアとアラゴンは、征服地の分割に関する協定を結び、それぞれの分け前を受け取った。1246年、カスティーリアはセビリアを行為した。セビリアは2年間にわたる行為戦を戦い、1248年11月23日に、開城した。セビリアを制圧したカスティーリアはさらに南下し、1251年までにジブラルタル海峡に達した。 この時点で、グラナダのナスル朝を除き、ムスリム勢力はイベリア半島から消滅していた。そして、ナスル朝はカスティーリアに侵入を誓っていた。敵対的ムスリム勢力をイベリア半島から排除するのがレコンキスタの目的であるならば、事実上この時点でレコンキスタは終了していた。1230年頃、ムハンマドイブンユースフ、 イブンナスルがアルホーナで放棄し、ナスル朝を建国した。ナスル朝は1235年にグラナダを攻略し、1238年に戦とした。このため、グラナダ王国とも言う。グラナダはシエラネバダ山脈の点検を最大の防御としており、キリスト教勢力も容易にこれを突破することはできなかった。彼らの生存戦略は巧妙な外交によるもので、 常に最適な同盟の相手を選択した。1246年からのセビリア行為にナスル朝はカスティーリアの指揮下で参加した。1264年カスティーリアの圧力が強まると北アフリカのマリーン朝を引き込んでこれに対抗させた。こうした匠の立ち回りと地理的優勢によってナスル朝は イベリアにおける最後のムスリム勢力として1492年まで存続した。グラナダにはキリスト教徒に追われた多くのムスリムやユダヤ人が移り住み、彼らの貢献によって経済的にも文化的にも繁栄した。イベリアイスラーム建築の成果とも言える世界遺産のアルハンブラ宮殿はナスル朝の統治下でおおむね現在の形となった。 13世紀半ばには、ムスリム勢力は、グラナダに残るのみとなったが、キリスト教勢力の内部不一致などやグラナダの難攻不落のため、陥落するのは1492年までかかった。ナスル朝が約250年にわたって存続した理由は、彼ら自身の生存戦略は、もちろんのこと、敵対者であるキリスト教勢力が分裂していたのも、大きな原因とされている。 カタルーニャ・アラゴンは、バレンシアとバレアレス諸島を制圧したことによって、地中海への進出を狙うようになった。大西洋に明けたポルトガル王国は、海洋立国を目指して、アフリカや北海方面へ乗り出していた。ナバーラ王国はそもそもイスラム勢力と、隣接しておらず、カスティーリアとアラゴンの間で生き残りに必死だった。つまり、この時点で、ナスル朝と本気で対峙していたのは、 カスティーリア王国だけだった。そのカスティーリアにしたところで、決して他を圧するほど強大な存在ではなかった。1212 12年から1251年の間に、カスティーリアの半島はほぼ倍増していたが、このために、国内の統治は困難になっていた。また、この時代の王権はそれほど強固ではなく、レオニアトレド、 コルドバといった旧王国が大きな発言力を有していたため政治的に分裂しやすかった。つまるところカスティーリア王国とは一人の王のもとに統一された王国ではなく諸国家の連合体に過ぎなかった。国内の政治的不統一は後継者争いや権力争いと容易に結びつきカスティーリアでは内紛が絶えなかった。1260年 カスティーリアの視線はグラナダではなく北アフリカに向いていた。カスティーリア王アルフォンソ10世はムワヒド町の弱体化を後期と見てジブラルタル海峡を渡りモロッコへ侵攻した。同じ頃北アフリカではマリン町が勢力を拡大しつつあった。両者に攻撃される形になったムワヒド町は急激に衰退し1269年マリン町によって 首都マラケシュを占拠されて滅亡した。これによってカスティーリアとマリーン朝は直接退治することとなった。1275年、マリーン朝はイベリア半島に逆進行し、戦線は北アフリカとイベリアの両方に広がった。両者の戦いは14世紀半ばまで慢性的に続き、最終的にはマリーン朝の内紛もあって、 カスティーリアの優勢下で終わった。マリン朝による侵攻は、ムスリム勢力による最後のイベリア侵攻となった。1474年、イサベル一世が即位した、当時のイベリア半島の状況1350年に、即位したペドロ一世が、王権の強化を狙って継承権を持つ親族の排除を開始したため、カスティーリアは内乱に突入した。トラスタマラクエンリケは、 アラゴン王国の支援を得て、イボテイのペドロ一世に対抗した。この頃、ヨーロッパでは百年戦争が進行中であり、両者とも支援を求めて、フランスやイングランドに接触したため、国外勢力が多数流れ込み、必然的に内乱は激化した。1369年、エンリケはペドロ一世を排除し、エンリケ二世として即位した。これによって、 カスティーリャ王国の王党はトラスタマラ家に交代した。1474年、イサベル一世がカスティーリャ城に即位した。彼女の夫はアラゴン王大使ジローナコーフェルナンドで共同統治王としてフェルナンド五世と称される。1479年、フェルナンドがフェルナンド二世としてアラゴン王に即位する。これによって、 カスティーリアとカタルーニャ・アラゴンは実質的に統合され、スペイン王国が誕生した。1492年のグラナダ陥落を描いた、アブラエ。中央の馬に乗った赤い人物が、フェルナンド5世。左手に描かれている、ボアブディル王がゲバの礼を取ろうとするが、それをフェルナンドが制している。19世紀頃、フランシスコ・プラディーリア・オルティス作。1482年。 グラナダで内乱が発生した。これを後期と見て、カスティーリャは、グラナダへの侵攻を開始した。1486年までに、グラナダの西半分を制圧。1489年までには、残りの東半分も制圧した。1490年、カスティーリャは、ムスリム勢力最後の拠点グラナダを包囲した。グラナダは2年間にわたる行為戦を戦い、 その間にカスティーヤは軍事拠点としてサンタフェを建設した。1492年1月2日、アルハンブラ宮殿が陥落し、ナスル朝は滅亡、レコンキスタはここに集結した。その後、地の純潔規定などのキリスト教純化政策を取ったフェルナンド5世は・5セイはユダヤ人などの異教徒を追放したが、その結果としてスペインの調落を招くこととなる。 ユダヤ人の豊かな資金を奪うため、当時のスペイン人は、ユダヤ人の財産を没収して追放した。2014年のスペインでは、当時スペインから追放された、ユダヤ教徒の子孫に、市民権を与えるとの法案が出されている。スペイン政府は、歴史の誤りを正すと主張しているが、イスラエルなどでは、追放した時と同様、ユダヤ人のお金に目をつけての政策だとの皮肉な。 論評も出ている。また、イスラム教徒からも、自分たちに加えられた不正も正されるべきとの声が、出ている。名画で読み解く、世界史岩井田修繕世界文化社、2013年、106ページ。ISBN 978から4から418132256。高橋和夫、スペインは、 15世紀に追放したユダヤ人の子孫に市民権を与えるのか。アスタンドオリジナルの2013年3月8日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20140308163433/http://as t a n d a s a h i c o m スラッシュマガジンスラッシュ WRPOLITICS スラッシュ 201402250003.html2014 年3月8日閲覧。ありがとうございます。